僕の武将隊とつながるオンラインということでございまして、うん、今日会場にお越しくださらなかった武将隊もこの配信でイベントとつながっておりまする、うん、ではお呼びいたしましょうか。これつながりますか、うん、岐阜城盛り上げ隊の皆様お願いいたします。おあもう情報がとっちらかっとる。どうも皆様こんにちは。はいこんにちは。こんにちはノブさん。会場の皆様こんにちは。はいこんにちはということで、おそらく琴の葉を残しているものもおるかもしれんけども、酒屋気にした。はいやいやいやこれが信長様が言ってこの金冠頭ヘアスタイルにしたんですよ今日は。それは金冠頭と呼べるのか。金冠頭ですよねこれ皆さん。ああそうか。じゃあそれよりこの瓶がな横の毛が散らばっとるのが気になって気になって。ああのちょっとこれ寝癖ですまだ朝なんで。いや整えろ。すみません、後での整えてくれます。それでずっと行くのかお前と参ります。さようか。随分立派な屋敷で。これそう、こたびはですね、本舗初ぐらいになる、現世に生きる、私明智光秀みっちゃん邸から生配信をしております。これ合成じゃないからな。ほらもうドンビートル全員が全員でドンビートル息飲んでおる。あまりの屋敷の凄さに息を飲んでおります。いや明智光秀さんいろいろね頑張りましたから。ね、隠し財産があった。いえ隠し財産もう働いて働いてこう汗水働いて。ありがとうございます信長様。それでは改めて自己紹介をは。あ、我ら岐阜城盛り上げ隊、は、金華山から、日の本一元気になればと思い活動している団体でございまして、基本第1、第3の日曜日に金華山山頂に参勤し、笑顔、挨拶、元気をモットーに皆様と共に盛り上げてまいりたいと思います。そして今年の5月8日、うん、8日ですね、うん、14周年を迎えることができました。おー素晴らしい。ありがとうございます。実は我々にも少し早いと、うん、ちょっと早いんですね、うん、すごい得意でしたなお前。さらに、また今年もですね、うん、岐阜市さんからですね、あの公認としてあの宣伝隊として、全国、参りたいと思いますので皆様よろしくお願いいたします。あ新年度もお主の顔が見れると。はこの顔で参りたいと思います。さようか。お主真面目にやっとれば男前なのに。ありがとうございます。なんじゃそれ。応援したのは元気か。いや今日はですね、油を売りに元気な人になってるからね。まさに油を売るとだよ。うん、油商人だったからの親父のは。はい、うん、うまい人いたわけじゃない。そして小旅の濃姫様はちょっとね、お化粧が間に合わなくてね、ちょっと来れなかったんですけども、またどこかでお会いできるかと思います。機長はしばらく金華山に封印しておこうよ、うん、封印なの。封印、封印なの。幽閉、幽閉じゃん、封印だ。封印、しっかりと油を厳重に貼ってくれ。せっかくですからお連れいたして。そしてお主らの中心地となる岐阜城はこれから春夏何か楽しみあるのかと。そうですね、まず一つこちら、ででん、お、なんじゃ、岐阜パノラマ夜景がこたびゴールデンウィークに開催されます。4月の29日から5月の8日まで夜間営業を行いまして、うん、金華山山頂から100万ドルの夜景ではないですけども、うん、もうとても綺麗な夜景を見ることができます。なので皆様ぜひお越しくださいませ。すごいな。これが実際岐阜城から見えた、あ、岐阜城下の街なのか。これさよう、これ長良川ですね、こちら。おう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 。夜間会場ということは夜に岐阜城に入ることができるということでございますか。そうなんですよ、夜9時半まで、10時までですかね、入ることができます。なかなかですよ。お主らは出陣するのか。ツイッターで発信し、まあ、去年も、
夜皆様共に参陣しまして、今年はいつ行くか分からぬけれども、道さん様の気持ち次第で行こうと思います。さようか、それは楽しいじゃな。はい、私常日頃から一緒なこの岐阜の天使から覗く景色はもうどこよりも天下一だと自慢しておるもんな、わしに。さよう。うん、じゃあぜひとも皆々に来てほしいわな。はい、ぜひとも来てくださね。ありがとうさんじゃ。ありがとうございます。あともう一つ。お、まだある。鵜飼が始まります。お、5月の11日から長良川鵜飼が始まります。見ることが叶うのだな、今年は。これもぜひ皆様お誘い合わせの上来てください、うん、そして今年からですね、新しい豪華な産船ができまして、ほうほうほう、船が新しく新調されまして、うん、高級感漂う船でお食事をいただきながら鵜飼を見ることができます。おお、詳しくは検索してください。屋形船のようになっとるんじゃな。と屋形船がちょっと一新されまして、その光秀の家でお食事がいただけるとかないのか。信長さん遊びに来てください。いや、わしだけか。まず最初に、うん、それから考えましょう。であるか。では軍技に軍技を重ねようではないか。あ、今では岐阜の方ではこの夜景と鵜飼が楽しめるということでございますけども、この岐阜城盛り上げ隊の皆様の最近の出来事、三大ニュースなんかもございましたら、三大ニュース、はい、お聞かせ願いたいと思います。ね、まずございます、ございます。まず一つ、ダダン。その1、機長様が6キロの減量に成功し、現在5キロのリバウンドをしている模様。これはあの本人からの、情報ですので。あ、そうじゃな。まあ見たことあるものはわからんかも。見たことないものはわからんかもしれんけど、一体いつ成功していつ戻っとるんだ。ずっと一緒進んで2歩下がるみたいな感じですね。だからだんだんお休みして成功した瞬間が知りたいな。今度写真でまとめてくれ。はっ、うん。というわけで、じゃあ今は現在進行形で何かまた状況が変わってるかもしれんと。さよ、こう絶世の美女でございますからね。はい、次行こう。はい、では次、じゃじゃん。その2、機長様が信長さんを持っている愛の口づけという歌があるんですけども、その振り付けを我ら金華山麓で演舞をしている最中、山を降りてきた人々が一緒に踊るという現象が続いております。どういうことですか。やっぱりね、うん、我らを知らない方々もね、うん、共に楽しみ笑いそして踊るという、そういう現象が続いております。山というのは、岐阜城は金華山という山にそびえ立っておるからな、この山を歩いてきた者たちもお主らの演舞を見て一緒に踊ってしまうと。つい、そう、さようでございます。おお、これ何もわからんもん見たら、急に山からようわからん人が降りてきて急に踊り出す奇妙な城になってるから。それほどマムシの毒は強いということでございます。さようか、解毒剤はないかの。いや、ないんです。そうか、じゃあ、そのさんは。そのさん、じゃじゃん。私、明智光秀の甲冑姿が麒麟が来るにて明智光秀を演じられた長谷川博己様に似ていると、まあ、おじちゃん、おばちゃん、その登山に来るお客人にですね、よく似ていると、ちょっと嬉しい情報です。これは私にとってですね。以上、岐阜城盛り上げ隊だった。いやいやいや、はい、お話聞いてないです。甲冑姿です、これどうぞ。それは似とるか。いや、俺は男前ではあるかもしれんけども、似とるかの。ご本人様でございますから、この桔梗門の前立てなんか。だから、お主に長谷川殿が似とるんだろ。ん？死と見ついて難しかったの。そういうことです。ありがとうございます。さようか。それでもう人気はまだ麒麟が来るが放送しとったのは昨年。いえ、その前でございます。おととし、おととし、
おととしの大河ドラマの人気はまだじゃあ続いておるということだな。さようでございます。あ、今は鎌倉殿ということで今関東に拠点は行っとるけども、来年は家康が、家康どうする家康と、どうする家康、来年がね、でまたこちらの方にそういった熱が戻ってくるかもしれんからな。さようでございますね、また賑わうかと思います。うん、楽しみじゃな。なんじゃそれ、楽しみです。なぜ妙な動きをするの。有安さん、じゃあそんでまあ今年来年もな、共に岐阜そして名古屋とこの戦国のな文化が全国に伝えられたらよいな。共にさようでございますね。うん、また会おうぞ。うん、はありがとうございます。で、さあでは、こちらハイブリッドということで会場にもたくさんの方、そして配信見てご覧の方もたくさんいらっしゃいますので、三井様最後にお一言お願いいたします。わかりました。会場の皆さんも、画面の向こうの皆様も岐阜でお待ちしております。ありがとうございます。あー、そうだ、お前は粒あんかこしあんか。ですね、この周りの方々に聞きましたところ、粒あんという、答えがありましたけれども、私個人的にはこしあんが好きです。おお、美濃のものは粒あんが多いかもしれんけども、三井ではこしあん派ということで、はい、対応でございます。よし、はい、わかった。はい、ありがとうございました。以上、岐阜城盛り上げ隊の明智光秀様でございました。お客様、ありがとうございました。さあ、続いては、はい、続いての舞台は12時から全国武将隊よもやま談義治りかけのレディオをお届けいたします。客人はグレート家康公青い武将隊、そして服部半蔵忍者隊をお招きしてお話を聞いてまいりたいと思います。ありがとうございました。さあ、このまま続いてまいるか。え、もうこのまま一度下がるか、はい、一度下がって、はい、で皆様12時までもう一度だけお待ちくださりませ。